こんにちは、翔太です。今回は、新しく来た UR 線島津義弘の解説を行っていこうと思います。でですね、詳細に移るんですけど、まずスキルですね。スキル1が、自分自身が、一旦泣いた自分自身が暴走に入り、攻撃力 100% 増加で受けるダメージが 20% 増加する。まあ、無条件で暴走に入るっていうのはいいところですね。で、残り HP パーセンテージが、最も低い4名に 600% の物理ダメージを与える。で、攻撃する前に自分の筋力値が相手より高い場合は、100% の確率で2ターン撃砕状態にさせ、物理と砲術防御を 80% 低下。で、スキル発動中、敵を撃破するたびに自分の暴走状態における攻撃力上昇が 25% 増加する。最大 200% まで。まずスキル1なんですけれども、暴走に無条件で入るっていうところは非常にいいところだと思います。また、HP 低い相手を狙って、倒すたびに 25% 攻撃力上がるっていうのも、いいところだと思うんですけれども、一旦の間っていうのがかなりシビアなところで、もし、状態異常とかになった、めまいとか、食らった場合はスキル2まで暴走が活かせないっていうところがちょっと厄介かなと思います。で、まあ、そうですね、状態異常無耐性があればいいんですけど、それもないと。で、スキル2が敵6名に 500% の物理ダメージを与える。で、攻撃する前に敵が撃砕ですね、スキル1で撃砕にできていれば、クリティカルになりますよと。で、スキル、で、自分の HP が 50% より低かったら、2ターンの間、雷害状態になって、防御力 120% 増加し、攻撃してきた相手、一旦の間 80% でめまいにします。 でこのスキル2っていうのも、相手が撃砕状態だった場合になってくるので、もし単体でコンボを決めるのであれば、スキル1の、自身の筋力値が敵より高かった場合、なので、かなり格上の相手には厳しい戦いになるのかなというふうに思います。で、パッシブなんですけど、自分の攻撃力が 44% 上昇、防御貫通が800増加、HP が 44% 上昇、防御力100、レベル ×180 増加。で、自分の体力がレベル ×200 増加、筋力レベル ×240 増加。で、まあ、筋力パッシブあるにはあるんですけど、格下ならいいんですけど、格上との戦いになってくるとかなり厳しいのかなという思います。まあ、どちらかというと戦役向きなんですかね。戦役なら、筋力値必ず勝てるので、敵を撃砕状態にすることができるので、どちらかというと戦役向きなのかなと思います。で、武器についてなんですけど、今こうなってるんですね。防御貫通と攻撃力と物理回心ダメージがついているので、一応ここの、クリティカルになった時の、シナジーは、取れてると思います。まあ、とは言ったもののですね、まあ、ちょっと比較対象として噂派を挙げさせていただくんですけれども、噂派は、相手を撃殺した場合に暴走2ターンの間暴走に入るんですけど、まあ、そこは若干厄介なところではあるんですけど、スキル2が敵がデバフ状態の場合必ずクリティカルで、島津は、相手が撃砕状態やったら必ずクリティカルになるんですけど、噂派の場合はデバフ状態なら何でもいいと。で、まあ、筋力の回心ダメージも 60% ついているっていうところで、
まあ、島津義弘は正直器用貧乏な感じが否めないのかなというふうに感じました。なのでまあ今回、短期特化で育成する、本当に短期特化で育成するのであれば、まあありかなとは思うんですけれども、基本的には取らなくていいのかなというふうにちょっと今思っております。もしこの動画が良ければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。